こんにちは、シュウです。今回は6月のチャレ Q やっていきます。で、ここね、自動的に 7×6 マスになるんだよ。なんで久しぶりに陣王が使おうかなと思う。リーダースキルが5色軽減4倍、7コンボ以上軽減3倍。で、いつもね、陣王が使うとき基本的にディアブロと組み合わせるんだけど、さっきも言ったけど 7×6 なんで陣王ができます。で、見て、このパーティー全員スキルチャージ持ちなんだよね。意外とみんなやったことありそうでないんじゃないかな。はい、やっていきましょう。で、ちょっとね、初見なんだけど、初見じゃないんだよ。ダンジョン内容若干見ちゃったんだよね。うわぁ、危ねえ。おぉ、すげえ、全員走った。おぉ、すげえ、危ねえ、焦ったわ。なんでよ、なんで初見であって初見じゃないみたいなね、この矛盾を生かしていきます。陣王がね、全然使われないよね。で、フレンドにまさかいると思わなかったわ。いたわ。オッケー、ナイス。すごいね、貴重な一人だけいた。いいね、ダブルスキルチャージ。結構本当にみんなやったことありそうでないんじゃない、全員スキルチャージ持ちって。で、ファガンのスキルがわからないっていうか、シャマシュもスキルわかんない。うわ、スキル足りな。よし、リーチ溜まったんで使おう。いやー、結構ね、スキルチャージでガンガンスキル溜まったんだけど、それでも結構時間かかっちゃったな。このパーティーもともと多分スキルがすごい少ないんじゃない。いや、でもあれか、まだ2階層っていうのもあんのか。いいね。で、ここぐらいから分かんないんだよね、何出るか。正直こいつ出るのは分かってたんだよ。なんだけど、この先なんだっけな。順調。で、あ、そうか、陣王が使えばよかったじゃん。陣王がの方が早く溜まってたんじゃない。全然見てなかった。うわマジか。うわマジか。こいつは知らなかった。どうしよう。コンボ率だけでいく。リーダースキルの7コンボ軽減だけいく。それが5色4倍、どっち行こう。どっちかだけにしたいな。5色4倍の方選択します。いや、どうだろう。いや、追撃もしかしていいのかな。どう。いや、ダメかな。落ち込ん乗りそうだな。1,2,3,4,5、止まれ。6。いや、これあんな。うわマジか、勝った。うわ、回復も切れたし。これファガンってなんだっけ。オプションでスキル確認オンで、なんだっけ。全ドロップ5色違うな。変化敵の 20% 減少。あ、これ使うか。これ使って、で、闇欠損なんだよね。それならさっきのでコンボすればいいんじゃない。組んでって、いや、でもオールスキルチャージで勝ちたいな。いや、どうだろう。いや、いっちゃうかな。闇落ち込んだけはいらないよ。いや、よーし、よし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 、オッケー、いいね。やばい、根性です。ピンチ。いや、本当に乗るなって絶対乗るんだよね。しょうがない。ここはもう普通にもう一回スキルチャージ行かそう。くそー。惜しかったな。でも今闇なかったらワンチャンいい調整になったんじゃない。で、バインド来ても誰もバインド効かないからね。追撃はいないよねいないわ。オッケー。で、次毒の海とか来たら詰むんだよな。なんだろう。あ、でもこれはいいんじゃない。待って、こいつ確か毒の海あったな。毒の海あった気がすんな。それなら普通にワンパンしちゃおうか。確かあったよね、毒の海。いや、これ火落とせんな。こうか。オッケー、ナイス。いや、パズルは悪くない、パズルは悪くない。いや、でもな、誰次たまんだ。いや、全然たまんない。まあ、どうにかなるでしょう。で、次が何だろう。うわ、覚醒無効か。うわ、マジか。こいつ強すぎんだよな。待ってね、初見ではないけど、結構初見だったかもしれない。どう。いや、でもこいつ、色さえ決まれば倒せんじゃないかな。色決まんなかったけど。オッケー、割合だね。なんだ。耐える。いや、でも耐えれるかな。闇外しの全力コンボでいってみようか。闇外しの全力コンボ。いや、でも倒しちゃおうかな。はい、どうです、これで耐久したい。落ち込ん。いや、どうだろう、死ぬかな。よし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 、これワンチャンあるな、耐久あるな。いや、でもこれ回復間に合わなさそう。
間に合わないよね。倒しに行くか。多分回復間に合わないんじゃないかな。いや間に合わないよな絶対これ。倒しに行きます。でも144倍あればいけんじゃない。落ち込ん、いいよ、来た、どう、イエス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 、フォーリンラブ。さあなんだボス、なんだっけ、ボス知ってるな。いやそうそうそう、こいつは知ってた、ボスは知ってた。これさダブル軽減でワンチャン耐えれんじゃない。とりあえず覚醒無効のターンが終わるまでは待ちたいっていうか、いやでも削っとこうか。いやちょごめんなさい、方向転換します。やっぱ嘘です、組みます。オッケー、どうだろう、覚醒無効だからやっぱ全然削れないかな。どう、あでも逆に覚醒無効でこれだけ削れるっていう考え方もできる。ここ攻めません。多分パズル組めないと思う。なんで色だけ残します。はい。これで次、覚醒状態終わるんで。いや、これ耐えれるかな、ダブル軽減で。いや、きついかな、どうだろう。でも全力でやるしかないよね、全力で。結構むずくね、このダンジョン。落として。はい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 。うん、完璧に近いんじゃない？いや、完璧に近いは持ったけど。いや、頼む、耐えて！すげえ軽減してるよ、だって。軽減の軽減の軽減の軽減でよ、リラフレで。どう？うわ、来た！来た、激アツファンタスティックエブリデイ！てか、激アツファンタスティックエブリデイって何？組んで、いや、これ一回でも耐えれるの激アツだな、マジで。いや、ただ落とせるかな？いおり溜まる、ヤガミいおり次溜まる。嫌がるか？いやでもきついかな。いやどうしよう。でも次欠損してたら終わりなんだよね。そんなここ使わないで次より使うか。やべえ、モツロップミスった。モツロップ非常にミスった。いいね、いい、これで耐えるもんね。耐えて、やべ、光決まってない。なんか起きろ。あ、よかったよかった、そうだ、来ないんだ、危ねえ。でここヤガミより使おうかなと思ったんだけど、盤面いいね、行こうか。ヤガミよりがちょっと泥気はあるんだよ。なんで普通に組むよりは、組むよりっていうか普通にはやるより泥気の恩恵があるんだよね。うん、いいんじゃない？いや、どれくらいだろう。いや、でも全然削ってねえな。全然削ってないね。どう？くぅ！きつ！いや、そろそろなんだっけ、この次ぐらいから結構やばいんだっけ。まあ、はい。まあまあ僕ドラえもん道具だ。きつい！いや、ただここで 75% 終わったのか。死ぬ？75% 軽減が終わった。これで、いや、ヤガミより使ってもよかったかな、今。どうなるかだな。どう、これで。どうなんだろう、このワッツの攻撃がいまいちわかんない。なんか優しいの怖い。プリティーパンチみたいな。なんだ、グランドレイ、グランドレイ。よし、ここまで帰ってきた。で、なんと、ヤガミイロイに、時間は継承したんだよ。なんだけど、遅延されて、さっきのね、水のやつに、遅延されて全然使えないっていう事態が発生しました。で、どうしよう。これ次、闇と火作るじゃないですか。なんで、あえて闇と火作ってもらって、欠損してもらおう。欠損して、オッケー、欠損するでしょ、これで。多分欠損。いいね、欠損して、ここで全力で。コンボ倍率でいい感じなんじゃないかな。さっきみたいに落ち込んさえ乗んなければ。いや、そのためにね、安全を尽くして今回、水外そうか、水外します。いやー、でも落としになってんな。しょうがない。あ、でも光外れてるね。これでいい調整になんないかな。ダメ！うわ、全然ダメだな。いや、でももう一回欠損したね。ヤガミイオリの時間が残り7ターン。たまんないね。ヤガミよりちなみにプラスすら振ってないからね。組んでって、どうかな、どうすか、どうすか。火落ち粉いらないよ、火落ち粉いらないよ。オッケー、ナイス。いい削り、めちゃめちゃいい削りだね。で、全色あるのか。2色外すか。いやでも多いな。光と木外します。光と木外しで、脇組んじゃいそうだな、結構危ない。光と木外し、外れてるね、外れてる。
頼む、落ち込むないで。これでいい調整になるでしょう。よし、いけ。ふぅ、あともうちょいなんだけどな。で、闇外します。闇外し、ちなみに神継承してきた。神継承したことによってさっきのちょっと足りない火力が足りるようになってんじゃないかなと思って。やべ、これ落としになってんじゃない闇。オッケー、いいね。さあどうだろう、これでいけるでしょ。いけ、よしよし。でバインド誰も効かないよみたいなざまで、ここでいこう。あぶねえ。いや、てかむずくねこのダンジョン。オッケーです。いや待って、次アルテミス対策してくるの忘れた。どうしよう。あ、待って、これファガン、そういえば覚醒向こう解除じゃなかったっけ、違ったかな。なんかさっきそんな G 読んだ気がする。あ、まだ出ねえのか。え、確かそうじゃなかったかな。あ、バインド招待か。なんだ、そう、なんかポジティブに捉えすぎてた。あ、惜しかったな。アルテミスどうしよう。でもさっき突破できたもんね。だ結構あれ、まぐれ的な突破みたいなとこあったけどな、正直。いいんじゃない？ここ落とした。で、テミスがやべんだよな、テミスが。オッケー。覚醒向こうもらいます。あ、時間止まった。あ、時間使える。いや、ここでの時間か。で、確か1ターン目割合だった気がすんな。割合だった気がする。でもあれ、確定初手は割合なんじゃないかな。それなら2色欠損させようか。割合信じます、割合信じます。危ねえ危ねえ何やってんだろう、マジ何やってんだろう。いや、行動パターン変わったのか。え、でも、いや、ときま打っとくか。ときま打っときます。スロー。もちろん、かぐちで使う予定だったんだけど、だいぶプラン変わっちゃった。回復全部処理しの、で、次で落としに行こうか。多分倒せんじゃないかな。いや、でも、覚醒向こうだから厳しいかな。でも、ここで倒しときたい。いけるかな。指気をつけます。よいしょ、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 よいしょ。どう？いやー、これ緑も行きたかったな、今。緑落としにできそうだったね、この上の緑。いや、落ち込んなし！いけ！よし！よし！来てる！で、今回遅延されてないし、シーンもある、完璧だ！完璧！で、これ、初手、正位置の方がいいんじゃない？ 7 秒あるでしょ、パズル。覚醒向こうだけど、指バッチで。7秒あるね。それなら、正位置入れるか。正位置下手なんだよな。はい。うん、いいんじゃない？これで。はいよ。よし、危ねえ、欠損するとこだった。で、ここで支援打ちます。おえ？うわ、ずる！ずる！うわ、ずる！シャマシってなんだっけ？お、シャマシ覚醒向こう解除すんのか言えよ。欠損か。いや、しょうがないね。初手殴っときたかったけど、ミスだわ。やっぱ変になれないことをするもんじゃないな。くそ、シャマシ覚醒向こう持ってんのかみんな知らなかったでしょ。これ使えやっていう意見あるかもしれなかったけど、みんなも知らなかったでしょ。シャマシに覚醒向こうあんの。オッケー、ナイス。で、欠損だけよくない。欠損だけ、あ、決勝これ負けんのまた。とりあえずシーン使っとこう。耐えれないよね、これだけだと。決勝はずるくないっすか。いや、でもなんか街に、せめて街にしたい。頼む、そこに光来て。マジでそこに光来て。光、光、光。よし、ここまで帰ってきた。で、ここシャマシュ使おうか。で、またね、かぐちの威嚇が通らなかった。遅延されて全然使えないんだよね。オッケー、いいんじゃない？
これで割合来たはずだよね、割合。さっきの感じからだと。割合キーのオケ。あ、そうか、威嚇書って言っとけばよかった。で、これ打って、オッケー。で、ここ全力でいいね、全力で。そうか、威嚇取んなくなるのか。それならさっきの逆に良かったんじゃない？いや、どうだろう、きついかな。このターンまでまだ覚醒無効なんだよ。どうだろう、厳しいかな。でも落ち込んがいいね。いける？いやー、いいっす、ナイス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 。さあ、こっからだね、こっから。シーン溜まってるよ、シーン。シーンでいけるかな。ただ1枚しかないんだよ、シーン。初手打っちゃおうか。初手シーン打ちます。初手シーン打って、もう全力でいこう。ここでどれぐらい削れるかが勝負だな、きっと。組んで、組んでって、よいしょよいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。どう？これでどれぐらい削れる？やべえ、左側で水ずれてる。水落ち込む、水落ち込む。オッケー、ナイス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 。危ねえ。いや、いい削りだね。めちゃめちゃいい削り。いや、今、水を落ち込んでなかったら積んでたな。やべ、ぐだぐだだな。組んでって、組んでって、すげえずれちゃうな。いや、よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。いや、どうかな。いや、すごいいいね。完璧に近い。で、まだシーン聞いてるもんね。いや、乗りすぎかな、逆に。逆にコンボ乗りすぎな感はあるけど。いやーですね。あ、でもいい。いい感じ。で、遅延とか、遅延打っといて。いや、そう、これ確実用に使いたかったんだよ。なんだけど、やっぱたまんないね。組んでって、組んでって。で、光組みたいな。で、水も組みたい。てか、水の方が組みたいのか。こうか。こうだね。オッケー、ナイス。いいんじゃない？で、これでさっき耐えれたもんね。ダブル軽減で耐えれたから。いや、こっからもうゴリ押しで持ってけんじゃないかな。よし、ここで倒しに行こう。ここで、これ使います。矢神より使って、全部ドル強して、死ね、使って。いや、これ勝ったな。むずすぎ。マジむずすぎんだけど。てか、指長。ここしっかり組もう、しっかり組もう。組んでって、組の。どうだ？いいんじゃない？これ結構完璧でしょ。いや、これ勝った！もろた！もろた！これは。いや、めっちゃ時間かかったな。よし！あ、ファガンでも溜まって、ギガグラも通ったのか。いや、めちゃめちゃ難しかったね。はい、終わります。うわ、これだけ！